今日はですね、金沢発見の忠彦丸さんから午前太刀魚に乗り込みました。昨日の釣果が良かったので今日平日なんですけど、片原12、3人が乗ってるから、これ無限なんですけど、もうすぐ出世になるので、電動リール使います。午前9時回りました。私はまだ当たりが2回あっただけで坊主の状態です。2人の方はもう3本ぐらい釣られてるようですけど、結構まめに仕掛けを交換してるんです。右側の方も、女性の方ですけど、もう2本、仕掛け回収で上げてみたら釣れてましたってやつです。やっと1匹です。そこにかかってますけど、ちょっと左隣の方、かけたようです。電動でロッドキーパーにセットしたまんま引いてますね。だけ回ってます。どうでしょう。お、でかっ。でかいの向こうで上がりましたね。今のでかかったですね。右隣の女性も駆けました。バレた。いいです。お、これでかいんじゃないですか。食い上げてるでしょ。食い上げ。全然感じないけど。外れた？割れたかもしれない。10時10分ぐらい前です。やっと2本目、いい引きでした。少し硬よくなったかなって、さっきの1本目よりは。11時10分前ですね。もうあと残り10分ぐらいあるかないか。観音崎を太刀魚狙いの釣り船が密集してます。今大きな船、貨物船が通るんで、どけどけと海上保安庁の結局ですね、午前11時、起き上がりで11時半ぐらいに港に戻ったという感じです。釣果はご覧の通り寂しく2本だけです。大きさもこっちが小さいのか。この時期はそんなに